6月1日にサードアルバムがリリースされる歌手のグロリアさんをインタビューしに韓国にやってきました。おしゃれなカフェがたくさん並ぶカフェストリートでグロリアさんと待ち合わせしてます。あ、こんにちは、グロリアさん。あ、ここ綺麗なストリートですね。そうですね、ここはカフェストリートって言ってデートで来る人も多いんですよ。そうですか、いいですね。では早速ですけど、グロリアさんから少し挨拶お願いします。こんにちは、韓国ソウル出身のグロリアです。ずっとミュージカル女優として活動していましたが、いろいろとご縁があり2015年に日本で音楽活動を開始したんです。今回発売されるサードアルバムソウルタンゴは、今までずっと心に思っていた日本と韓国の掛け足的な活動をしたいという気持ちを込めて制作されたアルバムです。実は今回のアルバムの制作はすごく時間がかかったんです。日本と韓国を何回も行ったり来たりしながら、たくさんの方々からサポートをいただき、ようやく日本語の歌詞が出来上がりました。約3年もの準備期間を費やしました。ではアルバムの中身を少し教えていただけますか。はい、今回のアルバムの内容は韓国の名曲を日本語で歌っているミニアルバムです。その中のソウルタンゴという曲は、実は私の母の18番だったので、幼い頃からよく聴いていて、個人的にとても思い入れがあります。また韓国では誰もが知っている有名な曲です。歌詞の内容は波乱万丈の女性の人生を慰めているものです。また日本のタンゴバンドの方に演奏をお願いして、綺麗なアコーディオンの音色を入れていただきました。私が表現したかった通りの編曲が出来上がり、とても満足しております。2番目の曲はあなたという曲ですが、韓国ではデュエット曲です。とても有名です。原曲のタイトルは「くなんじゃくよじゃ」といい、意味は「あの男あの女」です。とても悲しい失恋の歌です。今回私はウェットじゃなくて一人で歌ったので、失恋の女の心がたくさん入っています。ではもう一曲については、何か日本と関係するエピソードもあるんですよね。ご存知の方もいるかと思いますが、窓の外の女というソヨンクルさんのヒット曲です。今回は原曲の雰囲気とはまた違う感じで、日本人の気持ちを込めて歌っています。私がニューヨークで音楽を勉強していた時代の思いがこの歌詞にとても重なるんです。ニューヨークで日本人の思いを感じていた当時、一緒に勉強していたリエさんということをすごく仲良くなりました。彼女から日本について知る用意だったんですよ。またその他にもいろいろな日本の方たちと出会いがたくさんあって、日本語も勉強するようになりました。長年ミュージカル女優として活動していましたが、このような日本とのつながりがある経験や出会いが日本で音楽活動を始めるきっかけになったんです。ありがとうございます。では最後に日本の皆さんに一言お願いします。もうすぐ日本の皆様にお会いできるのがとっても楽しみです。美しいメロディーばっかりを日本語で歌っているので、応援どうぞよろしくお願いいたします。今後も活発に CD をリリースしていきたいと思いますので、応援、登場よろしくお願いいたします。ありがとうございます。